おはようございます。3月21日木曜日の相場解説になります。えー、まずね、えーと、4時のニュースなんですけども、こちらの方をご覧いただきます。ニューヨーク外為市場、4時ドル円、荒い値動きということで、ちょっとした動きがあります。で、基本的にはずっと上昇していたものが、日銀総裁の会見、日銀政策決定会合の前後でちょっと収まってですね、その後、 あの、円高の方向に行くと思ったんですけども、逆に円安が加速しましたよね。だから、この円安加速によって、市場介入をしなければならないとしたらね、これ、飛んだお手つきだったと思います。ですんで、この円安は、とりあえずは放置するんじゃないかなと思いますけども、えー、ちょっと警戒して見ていかなくちゃいけませんよね。はい。そして、4時間の方に行ってみますと、まあ、あんまりまだ語ることはないんですよ。とりあえず、天井は決まったかなっていうところと、急速に、 円高の方向に行ってまた急速に戻してきたなっていうところの今真っ最中ですねまあ半値戻しが起きたってことでしょうこれは4時間のチャートを2本で見ると今ちょうど半値戻しが起きてるかなってところですよね、まあ、いずれにしてもあれじゃないですか152円ギリギリのところまあギリギリと言わなくても151円の735あたりで天井が決まってこのヒゲ先で底が決まったのかなっていうふうに見れますね ですね、今のところ実体で見ると上下50ピップスぐらいのレンジと仮に設定できるということじゃないかなと思いますそれをちょっと細かく見ていくとこの1時間を参考にすることができます、えー、天井がねこの辺りで決まったかなと151の745かなとですねそして急速に反転したここを引くと150円の690なんでそうですね上下1円ぐらい出てるかなというところですよね で、これをこれからちょっと絞り込んでいくときに、このヒゲで跳ね戻しまで行ったところは割愛するとして、上下60ピップスぐらいに一旦絞れるかなっていうところから今日は考察していきましょう。材料は明日の CPI だったかな明日の朝の材料までありませんので、まあトレードすることはお勧めしませんよ。 ただ検証はできると思いますので、えー、追加解説動画は今日は何点か送っていこうと思います。繰り返しますけども、今週はトレード無理にしないでくださいね。すごく難しくて不安定な一週間になってますからね。はい。えー、まあ言うまでもないと思いますけども。来週にかけていきましょう。それでは。